今回、私の方からは、この私のあ、えっと後に発表されるあの、カズさ DNA 研究所の磯部先生を中心にですね、あの開発されたあのプラントガーデン、そして PGDBJ のデータベースを利用したですね研究成果についてご紹介をいたしたいと思います。 えっとまずあの福岡県の方では、いちごの品種開発というのをずっと通じておるんですけれども、もうあと1ヶ月もすれば、この首都圏の方でもでも、スーパーで販売になると思うんですけどこれ、あまおうという品種がございます、この写真がございますけれども、今、引き続き、いちごの品種開発を通じておるんですけれども、その目標としては、このあまおうのえっと有料なえっと特性を引き継ぎつつ、この欠点をですねえ改良した、欠点というと、この開通コードや、 大病性になるんですけれどもこの辺りを改良したいということで研究を進めておりますで、具体的にはまずこのアマウの特徴というとまあ、この写真にもあるようなまあ、非常に濃い赤色そしてツヤということになると思いますまあえー、とこれはですねこうなんか、えー、と品種開発の過程ではなかなかこう再現しにくいというのを、えー、と私ども実感しております で一方、この雨漏にないのが、このカイツの硬さというところで、非常にあのカイツが柔らかいので、あの輸送にあの気を使います、でこの輸送性についてはです、ね、えー、と非常にあの遺伝率はまあ高いんですが、多くの遺伝子がまあ関与しているということが分かっているので、これもなかなか育種的にです、ね、あの硬さをです、ねえー、測定するだけではなかなか、実現しにくいというところがあって、まあ、DNA のマーカーを利用した選抜の効率化というところをえ考えているところです。 でこのイチゴのゲノムにつきましては先ほどから人のゲノムの関連のお話をたくさん頂い,いているところですけれどもこの左上の方まは人間の場合ですけれども人間の場合はこのお父さんのお母さんの方から1セットずつゲノムを打ち継ぐということになりますけれども <laughs> イチゴの場合は似たようなセットが4セットありましてこのお父さんお母さん、まあえっと、品種化する場合はやはりこういう交配という作業を行うんですけれどもこの4セットずつ打ち継ぐということになります。 でこの4セットなんですけど非常にです、ね、あの似たような配列になっておるんですけれども、これをあ識別する研究というのが、あのこれまで精力的にされておりまして、国内ではですね、あのカウサー DNA 研究さんの方そしてあのアメリカの方、のカリフォルニア大学の方でも、まあ、同様な研究が進められておりまして、まあ、えっと非常に高い精度でこの4セットをえと区別する研究がえっとなされておるところです。でえっと えとこの国内の方ではですね先ほど申しました、このカーサ DNA チェーン抽せんの成果が、えー、とこのプラントガーデンと、それから PGDBJ に登録されておりまして、私どもの方でもあの利用可能な状況になっておりまして、さらにこの汗物配列を高精度化する取り組みがされているところです。 でまたあの選抜用の DNA マーカーについては、えっとこれは一般的にはマイクロサテライトという言い方をされるのかもしれませんけどあの農業分野では SSR という言い方を慣例、まあ、的に使っておりましてまあ、この連鎖地図が、えー、先ほど申しましたあの4セットを区別する形で、えー 研究成果が出ておりまして、これもですね、プラントガーデンや PGDBJ で利用可能なんですけども、この詳細については、この後私のっとに磯部先生の方からお話があるのではないかというふうに思っております。 でまあ、こういった、えー、と情報の蓄積を受けまして、えー、と私どもとしては、まあえー、このゲノム面から、ですねこのアマオの特徴を明らかにして、まあ、選抜用の d デンマーカーを開発しようということで、えー、まず行ってき、ねえー、ましたのが、えー、ケースというあの農業のに、えー、と関連する重要ースで差のある品種同士を交配して、えー、その恒代の依然子方と、えー、ケースは統計的にですねあの、まあえー、と比較化石するという方法で、えー、研究を進めてきております。 えと具体的にはこの雨音をですねそれから三重県の香りのという品種がありましてでここに示すように、まあ、例えばと、えー、と色で申しますとまあ 雨は非常に濃い色なんですが、まあ、このカウノという品種はあオレンジに近い赤色でま非常に違っておりまたえっとそれ以外の農業特性もかなりまあ違っているところがありますまあただ先ほど申しました例えば果実の高度硬さで申しますとこれ両方ともまあ柔らかいというところがあってまあもっと広いですねまあ遺伝的な多様性をまあ オーソのモーラーできるような解析できればですね、まああのえーえー、とより実用的にです、ねまあ、近い DNA マーカーができるんではないかということで、えーと、これまた数年前から始めておるんですけれども、えー、マジック集団というものを育成して、えー、とよりもワイドな、えー、と関連解析を、えー、していこうということで、研究を進めていきましたで、えーと。具体的には先ほど申しましたようなこの2品種、この福岡 S6 というのがあの品種名なんですけれども、アマオのですね。えー、とこれ、 もう、えっと、含めまして、6品種系統を、えー、ファウンダーの品種といたしまして、えー、まずその愛のこの F1 を作った後に、さらにこの F1 同士の、まあ、インタークロスというのをですねあの2度行いまして、ですね、まあえっと、この6品種のゲルムが、まあえっと、ほぼ均等にあのシャッフリングされたような、えっと、解析集団を、えっと、約300系統、えっと、育成してきております。でこの、えっと、系統をですね 用いまして解析を行うんですけれども、その遺伝子型ジョノタイプの評価につきましては、先ほどから申し上げておりますと、PGDBGI のえっに登録されております SSR マーカーを用いてジョノタイピングを行っております。そして、農業ケースの評価も必要ですので、2013年から、 に5年間にわたって、ここに示すようないちごの加湿形質を評価してきております。で、今回、時間も限られておりますので、このいちごの色ですね、加湿の色に関する研究成果につきましてです、ね、ご紹介をいたしたいと思っております。 まず遺伝子型、先ほどの SSR マーカーで解析して、集団構造というのを評価しております。クラスター分析と姿勢分析を評価したんですけれども、ここに示しておりますのはクラスター分析の結果なんですけれども、外側に配置している6つの品種名がファウンダーの品種名になります。ここののの電動ム中で品種がほぼ均等 に配置されているということで、えっと残りがの三百系統のあのマジック集団のえっと属性系統なんですけれども、えっとこの中でほぼ均等に配置されておりますので。 まあ、このマジック集団というのはですねこの元親の、まあえっと、ほぼ均等なモザイク集団になっておるということで、えっと、この後に続くあのゲノムワイド関連解析にですねまあ共通、えー、してい,い、まああの集団ではないかということで、えっと、判断をっとしてきたところですで、えー、その解図ケースのえにの,の,のデータとそれと SSR の遺伝子型のデータを付き合わせて、えっと、見つけた貸色に関するあの、えっと、ゲノム関連領域というのはここに示す。 する領域になります。あの一応の染色体の基本数があの7になりますので、ここはまあ7に集約させた形でですね。えー、その関連領域を示しておりますけれども。えー、こ,とこちらはすみません、あの、ええー、と、表示をちょっと、ええー、と。見せておりますけれども、あのマイナスログピーチになりますんで。これが一個一個の、ええー、と、マーカーのプロットなんですけ、ね、ど、これは高いほどですね。あの褐色に、あの寄与する、あの領域ということになります。で、まあ、これはあの、えっ、ー、と、見渡してみたところ、この第一ですね、それ第一、それと第七。 です、ねまあ、イチゴのイチから、まあこ,ね、このあとですね特にこの第二染色体の領域がまあ一番ですね、まあ、強く寄与するのではないかというふうに予想されましたのでこのプラントガーデンとそれから PGDBJ に登録されているこのゲルム情報の方からですね選抜用の STS マーカーというのをですね作成しまして、まあ、あのアマゴタイプをます、あ えっと、選抜するもそれから8、えっと、逆にこの色の薄い方のですねえっと答えを選抜するマーカー等をですね作成しまして今あの実際のですねえっと品質開発を行ったのは別のあの組み合わせの集団等でですねまあ実証しましてあの汎用性のですね確認等へ、えっと行っておるところですでえっと、あと今後の発展といたしましてはえっとまあケースといたしましてはえっとこのようにあの。 あのえっと、一応の形に今注目してるんですけども非常に数値化が、えー、しにくいケースなんですけれども、それはあのフーリエ変換であの定量化してです、ね、すべて分析後のこの姿勢分特典で、えっと、g v a s ゲノムワード関連解析を行おうということを考えております。でまた遺伝子型の方は SSR で今までやってきておるんですけれども、やはりあの非常に、えー、っと数がやっぱり限られておりますので、まあ、もうあの、えっと、人では当たり前ですけど、SNP の方にあに解析は移行しているかと思うんですけれども、 けれども、このス s ップ解析でもって、ですね、えっとよりあの解像度の高いまあ遺伝解析、そしてマーカー開発ができる方向に今、えっと進めたいというふうに思っておるところであります。 でえっとまあ、一つはこのデータベース、非常に充実したデータベースであのゲノム情報なりマーカー情報が整備されてまして、また、の形質関連の遺伝子だ等もですねええっとえっとと準備しておりますけれども、今後の展開としては、やはり自衛シーケンサーのですね開発が加速されてまして、特にあの延期配列の改造コストというのは下がってきております、それでまあ、一つはああのまあえっと、品種間のスニップ情報というのを蓄積、ですねあの人間の方でも個人の情報、あえー ということの際というのが重視されてきておりますけれども、やはり植物の方でもですねこういった情報の蓄積がまあ必要かなと、であとはそのトランスクリプトームの情報ですね、発電解析の情報というのはまだまだ、えー、とこれからと思いますんで、まあ、これは、まあえー、と大きい流れで申しますと、静的なゲルム情報からですねその動的なゲルム情報ということでの、えー、と展開をですね今、イメージいしているところです。これはあの、えー、と私、6年ほど前にあの東京大学の,あの伊沢先生のプロジェクトに参加したときにですね、 初めてお聞きした言葉なんですけれども、まあえー、と非常に先駐性のある言葉だったなということで、今、えー、と非常に感じておるところであります。えー、と最後になりますけれども、このうちの研究につきまして、ここに示しております、カスター,ー DNA 研究所、湯部先生をはじめですね、多くの共同研究者の方のおかげで,です、ね、実現できております。でまた、このような研究資金の支援を受けております。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。どうも